お疲れちゃんです、ロットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はですねこちら1コス5枚シリーズなんてやっていきたいなと思います。僕ね1コス4枚シリーズこうやってたと思うんですけど、なんとバランス調整でファイスピが2コスから1コスになったことによってクラロアのね1コスユニットが4体から5体増えました。なので結構コメント欄でね、もちろん1コス5枚ですよねっていうねすごいみんなから圧をかけられました。だからちょっと5枚でね今日はやっていこうかなと思います。で5枚だとマジでこのフリー枠が3枚しかなくてデッキ組むのがめっちゃ大変だなって思いました。で、まあ、エレジェイはもうエレジェイとトルネあれば本当タワー折れるんですよね。初め出すだけでタワー折れるし、トルネと相性が良くて相手のカウンターとかも結構防げるので、まあ、1コスがこんなにいてもちょっと戦えるんじゃないかなというわけでね、今日はエレジェイバージョンでねやっていきたいなと思います。よろしく。いやマジ4枚と5枚だと1枚そのね自由に選べるカード減るだけでもめちゃくちゃ難易度上がりますね。しかもオーブン、いやこれさもう初手から多分こういうのでいいと思うんですよ。変に守ろうすると勝てないんですよね。これ多分オーブンに寄らないんですよね。そこの位置、うわもう1個お前こやこややんけ。好きやけど使われるのは嫌やで俺。しかも、やなめ。ちょっと待て。みんな落ち着いて。え、待って、LJ って知ってる？小屋がきつい。小屋というか、施設がきついんですよ。で、1個までは、まあ、今みたいなタイミングで攻めたりとかでいけるけど、2つはやめ。2つや。しかも、まあ、ゴブギャンとかならまあいいか。小屋、ゴブギャン、やなめでしたね。で、このデッキのまあ、LJ 以外の戦う部分はこれですね。行ってこい。マジで。で、僕はマジ、回転。この1コス5枚いる、まあ、メリット、唯一のメリットと言ってもいいぐらいですね。回転が早いです。だから、無限にエレジェイ回せるので、もう本当にエレジェイ1周目、2周目、なんなら3周目ぐらいでね、相手の施設突破する感覚でね、いければなと思います。これでも、エレジェイのね、カウンター能力、爆発で、あ、フォイバー外すんじゃない？いや、さすがにねえか。で、これ、インドラが、相手なんていうか僕のエレジェイの範囲からね、離れちゃうと、インドラがね、エリジェイ溶かしちゃうので、今みたいにトルネでね、合わせたらなんかボーラーが押していい感じになったのか。いや、余裕で勝てそうだな。これ多分あれなんですよ。エリジェイが強いだけなんですよ。多分みんな気づいてると思うんですけど、いや、このファイスピー、前まで飛ばなかったんじゃないかなっていう気がしないこともないんですけど、いや、マジ、エリジェイエグくないですか今の。これも多分ぶっちぎり端前出すだけでいいんですよね。変に後ろから組まなくていい気がするな。小屋置いてたんだし。インドラ、これ別にチェーン、カウンター、これでね、OK。で、ヒースピ添えてあげて、もう1枚ぐらい来たら、トルネでね、巻き込んであげれば、さあ、相手もね、エレジェイの範囲というか、カウンター受けないような位置に出してるんですけど、いや、強っ。エレジェイがただただぶっ壊れな動画になりそうだな、これ。いや、ロケット士の枠とかさ、結構悩んでたんですよ。テスラにしようかとか、マザーネクロとかでもいいのかなとか、いろいろ悩んでたんですけど、悩む必要なかったですね。エレジャーいればよかったっていう。よし。うん、これ、ハイスピーがね、ワンパンできなくなったんで、ガゴ系ね。まあ、エレジャー防衛ですよね。さて、もう回して。これでももしかしたら、普通のエレジャーだったら負けてたのかな。回転が早いからこそみたいな。関係ねえか。よし、行ってこい。もうタワーに届けば、それだけで大ダメージと。いうマジで、エレジャイで守り、エレジャイで攻め、エレジャイに全部頼る。エレジャイデッキですね、これは。なんかもう、本当に、相手が例えばゴーレムだったら、まあ、ぶっちゃけゴーレムは溶かせないんですよ、これ。もう、ロケット星とスケルトンぐらいでしか溶かせないんですよ。まあ、だから、うまくこう、ゴーレムをキング起動して、まあ、本当気合で耐えるとかで、攻撃はもう全部ね、エレジェイのカウンターと、あとはカウンター攻撃がやっぱいっぱいできれば強いので、エレジェイをこうヒースピードで回復してあげたりだとか、まあなんかうまい感じにね、やれたらいいんじゃないかなと思います。ロイフグですね。で、これ、相手が5コス割いたのに対して僕今2コスしか割いてないんですよ。スケとヒースピですね。だからこの時点で今3アド取ってるので、こっからもうケツエレジェイからのエリアドをね、うまいこと使っていきます。そう。これ、キンキド、おいしいな。相手、ロイフグっすよ。で、キンキドさせてくれたっすね。さ、ロケット奉仕ちゃんだな。あれはトルネで吸いたいけど、他にもなんか出てきそうな香りはしてるよな。わ、テスラ。まあ、ここは一回トルネする必要ないですね。どうせテスラ突破できないんでね。さ、さ、デリバリー。ちょっと硬ない？あなた。ちょっとだけ硬いよね、君。っていう気がしたな。
やべ。杖。ん？いやでもこれ、橋前レジャイ。橋前だと回んのかな？あえても若干回転早いですよね。テスラ、デリ、ロケ砲、LSP。なので、結構回転が早いんですけど、僕の方が絶対早いから、やっぱ2周目、エルジャイですね。世界変えるには。ここほんと一旦我慢からの、まあデリ使うよねぐらい。で、デリ切ってヒースピ回復させてあげて、やっぱ HP 増えれば増えるほどエルジャイもね、いっぱいカウンターしてくれる。さあ次かな。今ダメージ結構受けてるんですけど、あんま関係ないですよね。いや、これ、端前行って、ギリテスラで真ん中ら辺に置けないとかない？いや、ある、マジで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 ある、本当に。え？来た来た来た、あるある、え？相手、テスラが置けない。これ、折れた、これ折れますよ。折れる。で、1600側を、これ、守れるのか？いや、ファイスピ強えな。ファイスピ、ロイフグにめっちゃ強かったんですけど、今はどうだろうな。で、ウッドもあったな。いや、多いけどな、1コス。1コス多いんだけど、別に多い。無駄に多いよな。マジ。無駄に多いって言ったらダメか。よしよしよし。いや、いい。え、待って。めっちゃ強え。ちょっと待って待って、1コス強くない？ほんとか？騙されてる？ LSP、ファイスピ、アイスピ、トルネード。よしよし。いや、スピノ。うわ、飛ぶ！アイスピ飛ぶね。いや、989これ耐えれるかな？どう思います？耐えれなかった時に、LJ 出しときゃってよかったってなるんですよね。だから一旦 LJ 出して耐えれたらいいなっていう感覚。一応耐えたいよね。いや、耐えれるに越したことはないよね。もうこれ耐えたんじゃね？で、もしここで折られてたとしても、2周目 LJ で、相手のテスラを突破してしまえば、まあ勝てるよね、というね、LJ の弱点、施設、今2連チャン、行きましたけど、もう、LJ2 体、3体行けちゃうと、施設がね、1個、2個じゃ足りねえよと。いや、いいですね。あれこれは、LJ が強いだけだよな、でも。っていう、いや、まあまあ、ファイスピとかもね、地味に活躍してたっす、今。さあ、スケ、まあ、クロスとかホグとか、ですかね。大砲が強化されたことによって 2.6 ホグも、まあ気持ち今使ってる人が多い気がしてますね。さあどっちだ、ホグかクロスか2択だと思いますね。さあアイスゴーレム。ってことは 2.6 ホグかな。これ5打ってくんのかな。打ってきた。エレジャイ出しちゃおうかな。エレジャイ出して、まあ、本当に2周目じゃないとやっぱ通んないですね。本当に。相手今回めっちゃ回転早いから、やっぱ大砲がね、こう LJ の防衛に結構強いんですよ。そう、だから2周目ぐらいで行きたいんですけど、いやーめっちゃなんかホレイしてくるけど、全然俺の方がきちんだよなっていう思いながらね。うん、この大砲がね、いやそうなんですよ。だから僕は2周目を意識しないといけないんですよ。まあでも2周目だからやる場合じゃねえっていうね、全然。これちょっとさ、うまい感じにさ、こういうのどう？よし、さあ。ワンチャンないのかな？ヒースピ回復してほしいな。回復しねえか。で、ウッドぐらいか。いや、そこそこダメージ入りそうだよな、でもこれ。そこそこダメージ入らんのかな？いや、頑張れ。エリセイマジで頑張れ。ホグ結構無視したっすからね。それよりも入る。もう一発、いや、熱い。めっちゃ入る。で、今、相手大砲無理やり裂いたよな。いや、これ回ると思います。いや、回るか。このエリゼイが本当に真似しないでください。ごめんなさい。いや、しかも、運動神経いいんですよ、こいつ。めっちゃ遠くまで行くんですよね、こんな感じで。いいやつなのかも悪いやつなのかすごい際どいんですけど。これ、今のケツエリゼイでしたね。本当に申し訳ねえな。これはやっちもうたな。うん。まあ、でも僕は1コスでプレッシャーかけられるんで、1コスでね、プレッシャーかけていきます。で、このホグも一応守るか。さあ、でも、この、まあ、マスケの浮きがめんどくさい。で、ケツからですね。ケツからもう一回組み立てていきます。で、2周目端前ですね。さあ、相手はマスケでね、守るよという構えをしてくる。ちょっとね。もう1コスいっぱい出すしかないんですよね、僕。1コスいっぱい出して、まあ、あとはもう何もわからんっていうな、ぶっちゃけ。
さ、エリジェ2周目とか行っちゃってね。あれ、トルネで相手のマスク引っこ抜きたいっすよね、僕は。エリジェの方に。で、ダメージ与えてもらって、で、大砲が回るよね。いや、あと400か。もうちょっとワンチャン勝てそうなんだけどな。ワンチャン勝てそうではあるんだけど。ホグ来る。よいしょ。うん、耐えた。え、待って。いや、ウッドが来る。いや、惜しいな。惜しいね。あと、もうワンパンチとね、ワンカウンターぐらいでね、なんか落ちてそうな気もしたんですけど、マジであれですね。一回、イカの端前から相手で普通に対応あるのに出したのが良くなかったですよね。あれ、ケツから行ってければ良かったですね。というわけで、施設ない相手だったらマジで端前ぶっぱ。で、まあ、施設ちょうど咲いた瞬間とかだったら、うお、待って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 、仲良し仲良し仲良し、そんなことある？待って、俺も。絶対違うな。え？そんななんか奇跡みたいなマッチングある？こう相手も絶対思ってるやつよね。本当に？いや、この位置のトレン多分ロケット押しに行くんですよね。さっきから。いや、でもいい。あ、待って。あ、バカ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 。普段だって、おい。バカモンが、それはバカモンだ。え、日本、三死か。あー、これはね、やってますね。もう三死ヒールでいじめられちゃう。あ、でもこれは、僕多いんですよね。1コス抜けが。だから、守れちゃうんですよね。で、今相手エリババ使ったんですよ。で、おー、そっち行く？エリババがいないと、これ相手守れないんですよね。で、三死出してきたらもう、トルネ、エレスピ、ヒースピ、ブッパっていうつもりだったんですけど、いや、回るの早っ。マジで。回るのバカ早い。で、ここで回復したことによって、いっぱいカウンターをとか思ってたんですけど、いや、すごいな。ちょっと待って。よくわかんないけど、意外と守れてるんですよね。キング起動できてたらもっと余裕なんですけどね。で、これもまあ、行けたら行きたいんですけど、間に合わないですよね。エリポン、厄介だな。でも今、エリババのサイクルが相手ちょっと、お、これ美味しい、これ美味しい、美味しい、美味しい。キング起動。うわぁ、キング起動させてくれんな、なかなか。で、相手もなんか、ヒースピ、なんか1コス多いですね。よしよし。これ、キング起動できたんじゃない？ゴースト？ナイス！いや、めっちゃいい釣り。で、これ、マジ、エレジャイゲーだと思うんですよ。相手の三種も、絶対三重子ヒースピで、その、エレジャイをね、溶かそうとしてくるんですけど、もう、ヒースピ、アイスピ、エリスピ、ファイスピ、もう1コス全部っぱして、相手の 3C トルネで巻き込んでぶっ潰したいっすよね。そんなもんもう2体とかいっちゃえばいいんですよ。そしたらもう相手、これもうね。で、引っ張ってあげて、あ、奥が1体、奥が1体こんけど、1体ぐらいええやろっていう。エリジェイのね、もうカウンターバイバイ。オッケーオッケー、ナイスえ、チンパンすぎるな。いや、マジナイスナイス。エリジェイ強え。で、逆サイエリババー、アイゴレー、ゴーストとかじゃないと相手はもうね、折れない。あ、ここで来る？おいで。え、待って、サイク3死だった。やばいやばい。待って、マジで。やばい、これ。待って。やばい、待って、本当に耐えて。さあ、危ね。マジで、さあ、エリババ来ると思って、エリババ釣るようにね、LJ 出したら、3死来て、何も受けれなくなっちゃったな。やぶね。やぶねえな、これ。でも結構勝ててる方っすよね。僕、一回勝てるかどうかだと思ってたんです。ほんとそんぐらいかなと思ったんですけど、まあエレジェイがちょっと強すぎるよな。行ってこい、ファイスピー。ファイスピー、無視したいけど無視できないっすよ。やった、でき。270ぐらい。ベビドラー。で、ベビドラーとかなんか嫌なんですよね。僕、このスピリット系しかないので、受けがきついんですよね。もう単純に。スケで2回受けたりね、ヒースピで受けたりいろいろやっていくんですけども大変っていう。さあ、ボーラーってことは、まあ、バルーンかスケラ。ボーラーベビドラだったらもうバルーンかスケラなんですよね。これもね、ユニット、うわ、今ので金起動されるんだ。痛すぎる。さあ、これはもうトルネで金起動させてもらって、金起動できればね、でかいので、さあ、バルーンフリーズですね。で、インドラフリーズが嫌なんですよ、僕からしたら。インドラフリーズでなんかいろいろ溶かされるのがね嫌で、まあここは僕はもうトルネ使ったターンだからしょうがないんですね。
ちょっとエリスピ狙ったけど。え、待って、でもめっちゃ入るね。思ってる以上に入っていく。熱い。で、これはもう別に、本当に、1コースに頑張ってもらって、頑張ってもらって、もうちょっと。で、ワンチャンこれフリーズとか狙ってきますからね、対戦相手こういうので。警戒しといてね。おい。いいね。でも、相手も、インドラがいないと LJ がきつい。あと、ランバーフリーズとか。フリーズを防衛で使いたいんですよね、相手も。だから、そこをどう防げるかかな。なんか相手がバルーンで攻めてきたのを、僕がトルネで守りたいんですけど、トルネで守ると、インドラ無双されるんですよね。っていうのを考えて、次バルーン来たら、トルネで守りたくないっていう、そんな感じですよね。さあ、ロケ砲、タル切ったら延命します。フリーズとか、あーですよね。そうなんですね。これをされると僕からしたらめっちゃきつい。このタイミングでエレスピとかあったらね、結構熱いかなっていう気はしてます。うん、さあこれどうやって守る。いやー守れんのか。いやーなんかよくわかんねえですね。なんかよくわかんねえすけど、いや、もう一回守るか。トルネ2周とかで守った方がいいのかな。なんか今のも怖いっすよね。本当にヒヤヒヤする。で、あそこにマジ LSP 構えしてえな、あれ。LSP かませるとバカでかいんすよね。フリーズしてるタイミングでね。絶対フリーズでしょ。ちょっと守っ、こっちも行って、ここで耐える。ナイス。いや、待って、逆が入ってる。いや、爆破でロケを耐える。ナイス。いや、思ってるより入ってんな。待って待って、思ってる100倍ぐらい入ってんな。いや、これはさ、足前レジャー行ったらさ、いや、遅えよな、俺の方が。だから一回守んねえといけねえのか。いや、守れねえから、つって、で、バルーンをキング起動します。だから、このベビドラのダメージさえ防げば、OK。と思ったけど、あのインドラ強えな。あのインドラが強え。いや、チェン？いや、ワンチャル。で、次だな。ここで、行きます。マジでやります。マジでやる。今しかね。ワンチャンフリーズ？ナイス。マジでやる、マジでやる、マジでやる、マジでやる。行ってこい、行ってこい。もう一コース走れ、一コース走れ。一コース走って、走って、走ってくれ。で、トルネは一応温存して、来た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 、ロケ砲。ナイス。ナイス、エルジャイ。やば、これ勝つのやばいっすよ。マジで。自分で言うのはあれですけど。いや、これ、えぐいっすね。マジで。エリジェイで守り、エリジェイで攻め、エリジェイでセース。いやー、エリジェイ、バカ強えな。そう、皆さんもね、ぜひ、1コス5枚。デッキがね、作るのむずいかもしれないんすけど、まあ、おもろいですね。エリジェイだと特に。ぜひね、この、お遊びデッキではありますが、点見て使ってください。はい。またね、なんか、この5枚、1コス5枚でこのデッキやってほしいとかあれば、その辺もね、ぜひコメントとよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。